今日食べたご飯はサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は東京中野ブロードウェイ来ております。地下1階にデイリーチコという立ち食いうどん屋さん、そば屋さんがあるんですが、昔懐かしい昭和の味ラーメンがありますし、380円安いで、冷たいのもあったので、冷たいラーメンちょっと食べてみようと思ってやってまいりました。ラーメン冷え冷ですね。冷麺とはまた違うんですね。冷たいスープのラーメンということでございます。結構ね、380円のにちゃんとボリュームなのがあって、麺もコシあってね、結構美味しいんですよ。何やったっけな、ブロードウェイの近所にプロの麺あれがあるんですよ。麺屋さんがあって、そこで仕入れられてるのかな、いやそうじゃないな、ちょっと分からないんですけど、ちゃんとした麺なんですよね。でこれ煮干しもなんかそのまま食べられる感じなのですが、ちょっと食べてみましたが、これ入れとくとちょっと煮干しのスープも出て、美味しいです。これちょっとね、あまり期待しすぎるとダメなんでしょうけれども、いやこれ380円やったらすごい値打ちがあったと思います。チャーシューも僕ぶっちゃけ別にハムで全然いいんですよね。でさっきの生姜の天ぷらの生姜天っぽい生姜風味の天かすもいい仕事しておりまして、いやここね、うどんも美味しいし、だしも美味しいし、これ実はすごいすごい店なんですよね。ここチェーンできたらすごい流行ると思うねんけどな。ということで今日は中野ブロードウェイのデイリーチコさんでございました。名前がついてたんですね。ということで今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。毎朝7時にアップしております。いいねいただければとありがたいので、ポチッと押しといてくださいませ。ありがとうございます。それではまた明日です。ありがとうございます。